愛知県の豊橋です。豊橋からお越しの永井くんです。お願いします。ぎこちないですね。永井くんは去年の10月に、はい、あれですね、うちのワークショップに参加していただきまして、2回来て10月と12月、はい、どうでしたか？いやー、勉強になりました、めちゃめちゃ。あれからね、シートは作った？作りましたね。おお、はい、何作ったんですか？いや、違うシートベースで、うん、もうちょっと薄めの、うん、似た感じのやつのゴールソロシート、はい、はできた？できて、で、それを元に本ちゃんの本革で作ろうと思って今タックロール縫い終わったところです。あー、なるほど、なるほど。お店の名前がサティスファクションで、はい、もう初めてどれくらいですか？お店としてオープンして2年半ぐらいですね。で、メインが？メインが財布とかの、ね、財布、カバンを作る、オーダーあればって感じです。あ、はい、財布とカバンが、まあ、メイン。そうですね、ベルトとか、あと、まあ、小物、うん、コインケースやら。その、はい、なんでまた革屋さんを？まあ、いろいろ職歴はいろいろあるんですけど、いや、もう子供の頃から作るのが好きだったんで、そういう流れから、まあ、趣味で始めてた、その財布とかを作ってたんですけど、ゆくゆくは自分でやりたいなっていうのがあって、何かを。あ、そう。え、クラフト、レザークラフト焼きは何年ぐらいやってるの？僕でも30ぐらいからなんで、そんな長くないっすよ。でももう9年9年ぐらいか。9年、はい、9年ででもこういうの作るようになるんだね。触ってる時間長いっすからね、多分普通に趣味でやってる人よりかはるかに。あ、もういきなり最初から趣味でこういうの作ろうって思ったってこと？まあ、結構難易度高いの、うん、リュウジさん の, あのサーフボードじゃないですけど、早い段階でも難しいやってやろうみたいな僕のとこあるんで。じゃあ鼻からやりだしたのがこっち系なんだ。こっち系、初めでもカービングとかもやってて、実際自分で使いたいのは何かってなった時に、まあ、こういうこういうのがいいなと。そうかなと思って。とっかかりはどうやって始めたの？とっかかりは独学っすね、うん、やっぱり。はい。独学っすね。え、本とかもう読まず？本とか買いましたよ。あ、買ったんだ。買いました、買いました。はい。ああいう制作キットみたいなやつは？制作キットみたいなのは買ってないですね。あ、本買って、ここいけるってなって。あ、やっぱ思うんだね、いけるって。作れるでしょ、ね。俺も思ったもん。やれるって思ったもん。みんな多分そうなんじゃないですか、うん、こういうの。でもやってみると難しくてドハマりすんで。あ、そうですね。そうそう、 やれると思ってやるんですよ。こういうのもだってさ、何度か自分で試みたんだけど、はい、なんかやっぱさ難しいじゃん、なんかこう細かいところが。まあそうですね、こういう中のさ、こういうのとかさ、はい、こう構造は何、自分で編み出してんの？構造はなんかできてるの見たりして、あ、でもここはもうちょっとこういう風がいいなとか自分でちょっとずつ変えてって今に至るんですけど。なるほどね、はい、改良に改良を重ね、同じの作ってるように見えて実は1ミリずつちょっと変わってるとか、毎回とかは常にアップデートされてるんですけど、まあこのなんていうの、こういうのの出し入れんとことかさ、はいはい、俺こういうのがめちゃくちゃ下手くそでやめたんだよね。どういうこと？使いにくいっていうか、なんか、はいはい、ぴったりサイズで作りすぎて、あ、きつい、カーブ入んねえとか、はいはいはい、なんかこう財布の何、札入れるところが入んないみたいな、なんかさ奥までいかないとか、使いづらくなっちゃう。そう、だからなんかいまいち、はい、なんかちょっと畑違うなと思って、やめた。カバンの方がまだ作れたけど、そうそう、そんなちっちゃくなってくるとちょっとシビアになってくるのが。このダイヤモンドステッチはひらめいたの、これ？あ、もうこういうやり方しかねえのかなっていうので。手縫いだもんね、これね。そうそうそう、映ってるかな。手縫いですよこれ。恐ろしいよこれ。そう、これだいたい1個作るのには 何1日じゃ無理でしょ。1日じゃ無理っすね。何日ぐらい？何、うん、まあ、結構根詰めてやって、うん、3日、1個3日3日、2日から3日っすね、ショートでのこのダイヤステッチ。ガチだな、はい、4ゴールとか4日とか、スタンピングとかね。まあ、ぶっちゃけでもこっちの方が早いっす。ああ、そうなんだ。よくこんな均一に打てるよね、この打ち加減っていうかさ。はい、うん、そうですね。じゃあ店は趣味で
レザークラフトはじめ、はい、やれると思い、はい、やりだした。そうですね、はじめに店持ってなくて、あ、工房だけでやってたんですけど、あ、やっぱお客さんと直に、うん、会える場所があった方がやっぱ違うんかなと思って。ああ、まあそうだよね、作り手と話ができた方がね。そうそうそう、っていう、それのあれは初めて営業的なものはせず、初め口コミ一応ホームページだけ作って、うん、あとインスタっすかね。おお、今っぽい。あとあと口コミ。そうですね、そういうのってやっぱ見てお客さんって来る来る来るっすね。来るんだ。来てくれるっすね。へえー、はい、インスタとかからでも。インスタとかからでも、はい、ありがたいことに。永井くんのやつってこれはもう、こういうこれでなんていうの、1個のフォーマットになってるってこと。これ、はい、ラインナップ、レギュラー、そうそうです、レギュラーの人たちっていう。そうです、レギュラーメンバー。じゃあこのレギュラーが欲しいっていう人がいたら作って送ったりと。そうそうそう、はい、全国通販対応みたいな。そうです。なるほどね。でワンメイクもするします。こういうの欲しいって言ったら、はい、カスタムオーダーみたいな形が多いですけどね。あ、そうなんだ。これが欲しいよりかはこのステッチの色変えてとか。ああ、なるほど、なるほど、はい、の方がやり取りも多分しやすいし、お客さんとしてもイメージも掴みやすいんじゃないですか。これズバリ作ってておすすめポイントっていうか、ここうち俺のこだわりだぜっていう。まずあれじゃないですか、やっぱ手縫いのダイヤステッチ、このこれね、はい、が多分みんな真似できないだろう、っていうか真似したくないだろう、やりたくないやりたくないよっていうのですかね。あとこの立体感の出し方と、 あとこう小刃っすね。ねえ、これ小刃がさ、俺も最初見た時思った。はい、小刃強烈に綺麗だよね。まあ結構頑張って仕上がってます。ホラーとかやってて映ってなかったけど小刃がめっちゃ綺麗なのよ。そうですね。これあの小刃磨き器とかあるじゃない、はい、あんじゃなくて、あ、ハンドっすね。手磨きでこんなになるの、はい、なるすげえよこれ。もう執念だね。そうですね、ここなかなかこれないよな。そうなんですよ、俺も磨いてたことあるけど、はい、こんなにならなかったもん。あとあれです、使う革によっても、ああ、やっぱ革全然違うですね。そういう使う革でこう仕上がりが違うっつうのも、うん、やっぱやってって、はい、これはダメだこれがいいみたいに、そうですね、なってったってこと。基本的にやっぱり、まあ、一般的なんですけど、安い革は綺麗に仕上がんないし、なんかもう出来上がった感じもなんかなってなるんですよ。使ったことあるんですけど、やっぱいい革はいいと。そう、すげえ時間かかるじゃないですか、作るの。まあそうだよ、ね、で出来上がってもん、うん、ってなるのも自分的にもやだし、お客さんにそれも出せれんしっていうふうになるんで、最終的にやっぱいいか使ってっていうふうに行き着いたっすね。じゃあもうこれはかなりいい革で時間もかけて作り、そうっす、いいものに仕上がっていると。はい、おじさんも来ましたね。はい、肩の1個いくらぐらいですか。このレギュラー君たちは5万から6万円台後半までの、うん、の間で、間ぐらいですレギュラー君が収まってると、はい、するよね。でもねするよねこれ、さすがに僕死んじゃうんで。5、6万だったら、でもこのクオリティいいよね。思いますけどね、なかなかだよ。はい、かっこいいもん。そういう時がいて、ヘマするからごめん、料理落としちゃったとか言ってここでガン見してるから。じゃあ、今乗り物の写真すぐ出る。あ、バイクのそう、うん、あ、オンエア中。オンエア中ですよ。ごめん、ナウオンエアです。そう、見切れちゃう。ナウオンエア、ナウオンエア。え、くんのショベルだっけ。ショベルっす。やっぱクリエイターは乗るよね。乗りたいっすね。乗ってる人多いよね、はい、実際ね。あ、すごい、ありがとうございます。クリエイターのこのね、羽生さんもクリエイターなんですよ、こう見えて。あ、そうなんですよ。何を作られてる。クリエイターじゃないですか、クリエイターです。クリエイターなんですよ。看板屋さんなんあ、看板屋さんなんですよ。いろいろ書けるんですよ、いろいろ。あ、手書きの看板屋さん。そうなんですよ。おめちゃかっこいいじゃないですか。いえいえ、まだまだまだ、これからですよ。ちょっと後で見せてください、どんなの。正直です。インスタのやつです。あー。
これはセルフカスタム？どっかでカスタムしたの？あの地元の先輩のバイク屋さんで作ってもらったんですけど。それはどれくらい乗ってるんですか？これ、この間新規3年の車検が終わったんで3年です、うん、3年、はい、うん、まあ、大きなトラブルもなく、大きな、そうですね、うん、間で1回でも腰をオーバーホールしてます。あ、ウェルの前は何かの人ですか？ SR です。おお、なんかこう王道だよね。なんかこのバイクライフのね、SR からのちょろいやつです。いやでも俺も最初に乗ったのは SR よ、はい、初期型のフロント19インチのやつ乗って、はいはいはい、で俺はそっからハーレー行かずに、はい、あの BSA に行ったから、おーハーレー行ってたら変わってたかもね。ああ、でも高校生の時は、うん、もうからは別のものとかです。カーブの古いやつから始まって、うん、でなんだっけ RZ2 半って分かります？分かる分かる。あの旧車の、うんうんうん、乗って、でスティードか、乗ってしばらく空いてサーフィンばっかやってて、うんうんうん、で SR からショベル、なるほどね、はい、もうショベルはもうショベル欲しいってなってもショベルだった。やっぱハーレーでもエボはちょっとな、うん、みたいな感じで、まあ、なるほどね、壊れても直せれば、まあ、エボ乗ってたんだけどさ重い。そうなんですか。俺的に重いそんなに。やっぱハーレー重いなと思って。ああ、で腰が悪い人にあんまり良くない。ああ、それはあれですね。そう、だリジットのショベルとかリジットのハーレー乗れる人尊敬するもん。いやー、ケツ痛くなりますよやっぱ。なんでしたね、それで来たじゃないですか、僕のチート柔らかいのについて。今後はなんかもう、じゃあ特に乗り物は、乗り物でも古い車乗りたいですね、うん、やっぱでも長井くんも古いものが好きなんだね。古い車とかバイクとか、かっこいいじゃないですか今のやつは。なんか味がねえっていうか、ハイテクハイテク。欲しい車は何ですか？欲しい車、アメ車の古いやつ。おう、まあ、何言ってないんですけど、古いアメ車が欲しいぞ。なんかあればいかついやつ。いかついやつ。ちょろいやつなんですよ。いかつい、まあ、年代的にもいろいろ、ほらアメ車ってキャラクターがあるからさ、はい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 、50年代丸っこいし、60年代はちょっと尖り始めて。60年代ですかね。あ、でも愛知とか多いんじゃない？あ、多いっすね。ローライダー発祥の地みたいなところもあるしね。あ、そうなんですか。あの辺は、うん、これは愛知とかって結構さ、うん、なんていうの、派手な文化が多くて。確かにローライダー結構昔から多かったね。あの、りょうじさん乗ってるワーゲンも気になるっすね。YouTube 見てるとめっちゃ良さそう。いやね、びっくりするくらい問い合わせが来るんだよ。あ、やっぱりビートル。俺みたいに思う人が多分、あそこ何、どれをどうしてんですかとかさ、はいはいはい、まあエンジンは俺が組んだんじゃないんだけど、はいはい、この足回りね、うん、リアの足回りとかいじくった時にさ、はい、なんかいろいろちょっと何、あの部品買って加工してもらったりとかしてるんだけど、はい、どこでやりましたかとかさ、あ、問い合わせが結構あって、やっぱみんな、うん、乗り物好きな人多いね、はい、うん、逆になんかあんまり知らない人からも来ないですか？来るよ。買おうと思ってるんですけど、はいはいですよね、お店紹介してくださいとかすげえ来る。そう、どこがいいですかとか、ね、なんかね、自分なんかどこだっけ、福井在住なんですけど、はいはい、おすすめのショップがこっちの方であれば教えてくださいとか。福井知らないから全然。何でも知ってる。そう、だから関東方面はとりあえずこことここは知ってますよとか、はいはいはい、そういうのある。やっぱあるっすね。結構ある。ルイさんの紹介見て、うわかっこいいって思う人、うん、多分俺だけじゃなくておると思うんです。あとね、一番受けたのがこいつにつけたあのショートストロークのシフターがあるんだけど、はい、それを俺の動画見てそのシフターを中古で買った人がもう5人ぐらいいるんだ。JG して相場が上がってるよね。おお、すげえ。落札相場上がってんじゃねえかぐらい釣り上がってる。そう、みんな買ってるストローク短いやつ。それは受けたなっていうのもあって、 YouTuber 面白いなって思った。ああ、うんうん、だから結局さ、我々の仕事とか、まあ永井君のとかはこういうカチッとした製品があってさ、はい、あれかもしれないけど、俺の仕事って結構抽象的なとこがあるからさ、うん、どういうシートやってるかとかってなかなかそこにいきなりフォーカスしないから、はい、なんかこういうのとかこういうサーフィンだとか、うん、なんか引っかかりがあって、そっからこうこっちの業界に入ってくる人がさ、いればいいなと思って。なるほど。そういう風に広がってってるから、うん、YouTube とかやる気ないですか？いや、僕喋りがね。
得意じゃないんでね。なんかほらこういうのの制作動画とかさ、はい、あの喋らなくてもいい、なんかあのカットにしてさ、はいはいはい、早回しでとか最後まで、うん、作ってみるとかさ、はいはいはい、結構見る人いると思うんだよな。あと多分俺の仕事よりも圧倒的にこうレザークラフトでやってみたい人多いと思うんだ。あ、確かにそれは、うん、だからそういう人向けにさ、なんかちょっとこうここまで凝ったやつじゃなくていいから、うんうんうん、なんか土初心者が作れるパスケースとかさ、はい、そういうのの動画とかさ、だから作っても結構見る人いるんじゃないかな。ですかね、うん、でやってみて気づくよね、 俺はこれは無理なんだなとかさ。あ逆に仕上がりで、そう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 、なるほど、面白いと思う。違いが分かっていい。は展開的にはどんなことやりたいですか、お店。展開的にはそれこそ、うん、シートなりお、はい、もうできるようになって、うん、やっぱ財布がキャッシュレス化の流れに乗ってちょっと縮小するんじゃないかっていう。あ、なるほど、ね、りまして、こういうとこにもそういう影響が出る、はい、出ると。僕自身もカードばっか使っちゃうんで。あー、なるほどね。はい、だからちょっと不安要素が。あー、そうやね、小銭入れとかいらなくなるもんね。そうですね、そうだよな、札入れも必要なくなったらもう、うん、カードケースだけで、カードケースだけじゃんね、単価が下がって、そう、それだけじゃ無線系ただになっちゃうんでなんで、それ以外になんか そういうのあんだね。意外なところでこう弊害が、はい、はキャッシュレスの波に潰されないようにこういうのもやりつつ、こういうのもやりつつ、はい、シートもやるという感じで、はい、お店はそうだ、はい、ホームページとかあるの？あります。ある、はい、じゃあそれはあの概要欄に後で貼っておきますんで。ありがとうございます、はい、愛知からお越しの永井くんでした。ありがとうございました。またねー。